妄想の料理だよね。そうね、存在しない料理を作んなきゃいけない。鈴木さん世界中。違う、ついてきたけど。そうだね、めちゃくちゃくせえ。大丈夫、めちゃくせえ。ちょっと待って、大丈夫マジで。あれちょっと冷やし中華始めました。第10回スタのキッチン、前回に引き続きジャスパーサムさんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いしますよ。いいね。お願いします。映える冷やし中華対決をしていきます。よっしゃー。いやー、冷やし中華には厳しいよ。はい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 。映えって何でしょう。いや、それこそ僕は最近インスタグラムやってるんで。俺は分かってますよ、インスタ。うん、僕はやってるんで。また分かってないんだ。まただ。もうずっとね。全然分からんな。あれ？めちゃくちゃ言うやん。インスタグラムもやったことないし、映えって要するにかっこいいってことでしょ。まあそうだね。かっこいい、ね、華やか、ね、みたいなイメージでしょ、うん。それを料理で再現するだけでしょ。食材はこれはゼタさんがもう用意してるんですよね。だからそうだね、はい、そうです、うん、俺は一言も言ってないからね。これは俺たちが用意したと思ったら大間違いないしてたってこと。あれ冷やし中華をもう俺たちが考えろって話でしょこれは。まあ冷やし中華とはっていうところですよね、うん、実際何かわからん。俺も分かってない。別に冷やし中華麺っていうわけでもないから、うん、麺も別に入れなくていいと思うんだよ。まあだから普通の冷やし中華を、うん、普通の冷やし中華を作ったとしても今更映えんのよ。もうそれは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 そうよ。唯一無二の冷やし中華をやっぱり作ってほしい、ね、作っていきたいなと思ってるね、うん。まあ、食えるもん作りましょう。はい、今回も30分制限あります。競技性高めで一歩踏もうと。はい、勝負しましょう。いきましょう。はい、いきます。オーバータイムあったけどな、1回目で。視聴者プレゼントというわけで。もう好きに書いていいの？はい、みんなそれぞれの絵描こうよ。いや、それでいいんだ。いいんだ、もうスタートキッチンだしね。ここルールないからね。これ当たりやすそうだな。みんなそんな応募しないでしょ。いらないね。オッケー、もう1っす、これは応募が。絶対当たりますよ。絶対当たります。応募してくれたら絶対当たります。あ、なるほど。連続説教じゃない？連続説教じゃない？いや、普通の冷やし中華なんでしょう、あのパックじゃないですか、うんうん、だから冷やし中華って本当にあれなんです。うん、わかるよ。だってさ、タレすらないもんね。いつも袋のさ、中をビュッてやるだけだよね。そうもうピッタピッ。確かにそれも俺たちが作んないといけないわけだから、ね、だからもう妄想の料理だよね。そうね、存在しない料理を作んなきゃいけない。冷やし中華って存在しないんですよ、実は。妄想上の食べ物なんて。あれ、こんなもんじゃない。一応ごめんなさい、制限時間あるっす。ちょっとゆったりしてるね。鈴木さん世界中。違う世界中の、ちょっと待ってね。あ、終わってるわ。まあ、そう、俺もね、分かるよ関さん。俺もそっちの発想だ。分かんないよ、映えないよ。ちょっと待って、今俺もう冷やし中華なんてぶっちゃけメニューでタレかけたらもうそれ冷やし中華なよ。5分あれば作れる。ぶっちゃけ俺もそう思うでしょ。まず食材と対話する。違う、これ大事。対話じゃない。今回私は食材を持参しました。今回ゼタさんが用意した食材だけではとどまりません。チートチート今回ね、私が目指すのは洋風冷やし中華です。うわ、ちゃんとさ、なんか調べてきた。俺いつも行き当たりばったりでやってるのに。これ作っちゃうよ。これ調べてきてるわ。俺はガチでいっちゃうよ。行き当たりばったりになって、料理は多分ここ食えないと思うんですよね。世界中の根っこだけ。どうしたどうしたどうした。なんか、パンが出てる。使うよ。フランスパン。持参しました。フランスパン。フランスパンを使います。そうだよね。うん、今回はフランスパン。使うから持ってきたんだもんね。そうだよ。使わせていただきますよ。チータ？パプリカ好きですか？パプリカは、まあ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 、量が多くなければ。メインじゃなかったら。レモン好きですか？レモン大好き。映え。胃袋掴みに来てる。映えなんだよね。映え映え。違う。
胃袋なのよ、それは。まあね、やっぱ映えが生まれた世代ではありますよ、俺は。映えの価値観が正直違う。わからん、映えっていう言葉が32になって。あっ、今日わかるようになる。映えとはできてんのかこれ。ちょっと早くない？いやでも生でもいいよね。つけ麺とかもバリカタとかあるもんね。映えか、それも、うん、映えでしょ。で今回もう一つちょっとグッズを持参しました。自撮りはいい、ここで。自撮りじゃないんだって、これ。温めて、うん、フランスのパンとかにジュってやると文字が掘れんの、これ。今回ジャスが審査員ということでジャスラブ用意しました。チートじゃん。それがインスタ映えなんでね。準備が全てなんですよ、関さん。チートじゃん。本気でやらせていただきます。ガチで来てる。心を掴みに行くぜ俺は。やばい、今までの。ジャスパーさんがいいねしました。今いいねしましたよ。増えたよ今。これいい、ね、ハードル上がってる。次回以降の参加者のハードル上がった。軽い気持ちでみんな来てるから逆に嬉しいわ。まあ、いいねの、だからいいねの量だからね、結局。そうだよ、そうだよ、映えってのは。いやいや、でも嬉しいよ、ここまでちゃんとやってくれるの。前回来たボドカとかすげえたるそうにイチゴ積んでたよ。冷やし中華というとやっぱりトマトとかで赤みを意識すると思うんだけど、うん、今回赤の部分は俺は生ハムでいきます。ブロッコリーはちなみに色が変わって、うん、茹ですぎ良くないんですよ。色が変わるぐらいが確かいい。あ、なんだっけな、水からやって沸騰したらいいんだっけな、ちょっと忘れちゃった。あるんだけど、ちょっといいや、もうこれは。まあ、でも色合いはいいけどね、あの味の想像はあんまりできんけどね、関さんの方は。冷やし中華はだから、うん、麺にタレかければ美味しいの。まずい、絶対に。任せてください、絶対うまくなるんで。まあ味は大事よ、はい、実際。もう任せてください。あと裏技があるんで、あ、さっきスタッフに買ってこさせた俺も秘密兵器があるんで、うん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 、あ、そっちにもあんの。あります。あ、なるほどね。これ問題がさ、 IH でさ、これに火通せるかなんだよね。それでやるの？火がなくて無理でしょ。直火とかでやるやつじゃない、これ。そう、ライターあります？ライターでやるの？ライターは無理。ライターでいこう。いけるかな。え、怖っ。オーブンでこれ自体焼いちゃおう。怪我はね、ここマジでスタジオ破壊しないでね。奥板破壊したし、使用負荷やめてね、スタジオやって。絶対熱いでしょそれ。俺あれには負けないわ。なんか言ってるわ、チーターは。チーターは言ってるわ。俺あれには負けないな。いや、マジで冷やし中華の、冷やし中華とミニトマトのシナジーはやべえ。あとキュウリも絶対入ってる、冷やし中華には。ブロッコリーも結構合うと思う、俺は。このブロッコリーでけえな。なるほど。ジャス、チーズ好きでしょ。チーズ中7でいける。一番好きだよね。一番好き。とろけてるチーズとか大好きだよね。一番好き。好きだよね、チーズ。好き、チーズ大好き。なるほどね。それが分かってるから俺は今回チーズフォンデュします。ほら、もうチーズフォンデュとかさ、インスタの典型じゃん。なんかちょっと浅いとこ攻めてきた。違う違う違う、ジャスさん舐められてる。舐められてる、全然違う。チーズフォンデュだったらありきたりっていうか、それを冷やし中華でやるっていうのがいいんじゃない。そう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 、その発想はマジで素晴らしい。ただでもあんま本気出さんでもいいかもしれん。なんで？もう12分ブロッコリーずっと入れてる。あるよ、バターバターあるよ。あ、バター、センキュー、センキュー。ずっとブロッコリー麺いくか。てか俺はね、味付け一番大事だと思うんだよね。まあ、味はね、味から来る場合だからね、実際。結局そう。ちょっと、大丈夫かな。ちょっと大丈夫かな。いや、楽しみだな。大丈夫よ、やす。結構好きだからね、冷やし中華。まあ、それ混ぜるやつだ。うん。何やってんの。いいじゃっす。食べるの俺なんだから。分かってる分かってる分かってるよ。そうだよね。ちょっとカメラさん助けてくれ。え、なんでだろう、なんでなんだろう、これマジで。なんか焦げ臭いぞ。大丈夫大丈夫、焦げ臭いぞ。何だか終わったかもしれません。どんなものができても YouTube に載せてね。
どんなものができたとしても YouTube に載せてほしい。俺が1週間配信休んだらそういうことよ。買ってきたチーズが溶けなかったので違うチーズに変えます。リカバリも用意してる。ちょっと何パターンか用意してるんで。うわ、あれだね、半端ねえ。マジでそこまでするか。そうですよ。聞かせて声を。順調？めっちゃ順調だよ俺はね。なんか鍋がついてってるけど。ただね、めちゃくちゃくせえ。大丈夫？めちゃくせえ。ちょっと待って、大丈夫マジで。あれ？ちょっと違う違う違う。順調ではあるんだよね。めちゃくちゃくせえ。これ最初怒られた。さあ順調？一応順。ちょっとごめん。ごめんが出た。謝った今。ちょっとごめん。あれ？やばい。関さん。なんか汁がすげえ緑色なんだよな。ブロッコリーの多分繊維が出た。え、なんでこうなったの？やりすぎた。最終回これ。嘘でしょ。待って、事故すぎる。近所の用水路みたいな色してる、水が。なんでこんな色になった？食べるの。なんでこんな色になった？食べるんやって、今から。マジで色やべえ。例えいいよ、今は。やっぱこれ使えるだろ。最終回の可能性出てきたな。いやもう打ち切り。いや俺は大丈夫。俺も問題ないよ。ちょ、マジでやばい。俺も大丈夫。本当に俺これ負けたと思ったけど。さすがにこれには負けんな。ちょっと待ってね。あ、もうこれ無理だ。匂いがやばい。ちょっと待って、これ無理だ。こいつは無理だ。ちょっと待ってよ。こいつはもう無理だ。いや、そう、おこげは好き？炊き込みご飯とかの聞こえなかった。おこげ？おこげ？うん。あのビビンバ。カリ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 。そう。あれは好きよ別に。好きだね。うん、え、そこまで考えてくれてた？そうよ。すげえじゃん。おこげ。すげえじゃん。なしじゃないよね。やっぱ。なしじゃないよ。投げなきゃないとこうなるんだよな。やっぱすげえわ。一応でもテーマは冷やし中華ではあるけどね。ちょっと買います。ちょ、時間ないんで。何でもありってこういうことやったんや。そういうことだったんだ。ちょ、ごめん、マジでごめん。俺ちょっと思ったのとマジで違う。本気でいいの作ろうとしたんだけどな。努力はちょっと失敗したってこと？してないよ。大丈夫。びっくりした、やめてよね。じゃあ、ファさん、皿好き？皿好き？これでいこうかな。嫌いな人はいないと思うけど、一応オムと同じ皿ではある。これ鍋使っていいよ。まあ、あざす、あざす。共同作業。え？熱っ。やでしょうね。順調？ああ、俺はもうほぼできてる。オッケー、オッケー、オッケー。あと5分ね。はーい。やっぱスピードって大事だから。はい。料理は時間かければかけるほど。鮮度も落ちていくし。そうだね、そうだね、うん、分かるよ。関さん熱っ。これ俺ガチでコンセプトがあってネタバラシすると、これ愛知県って、これ本当だよ、うん、後付けじゃなくて、愛知県って冷やし中華に絶対にマヨネーズかけます。マジです、マジです、マジです。嘘だよ。これが実はめちゃくちゃうまくて、今回入れた食材全部マヨネーズが合う食材なんですよ。ほうで、そのマヨネーズと一緒にちょっと味も保証します。食べてほしい。いいね。ジャスパーさんがいいねしました。コンセプトあります。マヨネーズ好きにはたまらない冷やし中華ってことね。たまらんす、これはマジで。新しい扉、いいね、テーマがあるのはいい、素晴らしいよ。ジャスパーさんの世界変えます。チェンジザワールド。今後の人生、はい、変えます。22歳にして大きく変える路線を変えます。 OK。 これなんですよ。熱したこれを一回テストでフライパンじゃねえや。いけ、頼む。さあ何分、あとジャス、あと2分30秒。2分30秒ね。オッケー。やっぱり冷やし中華は味がすごくて、これ味がマジ、この酢の配分で決まる。はい、これで、レモン、ザサさんレモン好きなんで、レモンちょっとすごいよ。酸味がピリッと出て美味しいですよ、これ多分。
これが黄金比。なるほどな、これいい勝負になりそうだぜ。足りない、いい勝負になっていいんか。これでもガチでマヨネーズ結構入れるんですけど、愛知流でいいですか。愛知のプライドにかけて。これでも、ま、冷やし中華をマヨネーズなしで食うのは割とマジないかも。でも愛知が敵になるか味方になるかだいぶ変わってくる。本当なのかそれ、聞いたことないぞ。ちょっと待って、奥の人はグラタンとか作ってないんで。完成しました。応募タイムなしです。はい、私大満足でございます。いいですか、タイマー止めても。はい、大丈夫です。関さんもですよ。はい、止めます。はい、こんな感じとなりました。これな、これキュウリは何、なんかしたのこれ。これは大木ですね。これ世界ですね。で、これはピーマンの上に乗ってるミニトマトたちはここの住民。コンセプトがあるんだ。妖精の国です。完成ですか。完成か。これが世界樹のふもとです。世界樹のもと、ふもと、世界樹から旨味が出てます。そうですね、お食べください。洋風冷やし中華です。時間足りなかったな。時間もういや、早めに終わりました俺は。で、確認。はい、いじめではないんだよね。いじめではない。そうだね。じゃあまず関さんから、世界樹のふもとから。これ何から食べるのがおすすめとかあるんですか。麺からいってほしいですね。麺から、はい。マヨネーズ絡めてください。でも確かに味は絶対映えはしてるよ。冷やし中華と足りてないですね、お客さん。足しましょうか。はい、そ、はい、そんなに、あ、足りてないですか。そんなに、マジで足りてないかも。ここ足りてないですかね。これガチでうまい。何と一緒に食べたらいいですか。あ、もう麺はもうマヨネーズとタレ絡めて食べるだけでいいです。このピーマン、妖精たちは別々です。別々で、はい、マジでマヨネーズは本当にうまい。なしはありえない。麺は絶対まずくならん。お、いいね。ほらね、合うでしょ。これちょっと扉開くでしょ。いいね。キュウリはかじるに限る。俺一番うまい食い方だと思う。かじって手でいっていいんですか。はい、手でいってください。愛知はみんな手で食います、キュウリ。これ当たり前に入ってるんで。かじってほしい。そうだ、いや、もうこんなん、あれやん、冷やし中華関係ないやん。ちょっと、マヨネーズキュウリやねえか。うまいっしょ、でも。うまいに決まっとるやん。こんなもん。うまいっしょ。そういう策略ね。でしょ、うまいっしょ。キュウリ以外を、その、口の中に入れさせないっていう策略もあるんだ、これ。もうそのスペースをなくすっていう。麺を入れさせねえぞっていう。ああ、まだ食べる前から負け惜しみか。いや。悔しいんだ。ちゃんとしっかり茹でました、これ。いや、マヨネーズと絡むように。でしょ。チャス、おい、見損なったぞ。うんまっ。おいおい、実はブロッコリーとマヨネーズってめっちゃうまい。お前、巨大な勢力やられてるよ、今。で、マヨネーズかけます。おいおい、マヨネーズに頼っ、マヨネーズに頼っかよ、マジで。最初からその手だった。ここマヨネーズかけます。恥ずかしくないのかよ、マヨネーズに頼って。まず麺とマヨネーズだけ買って食べてください。そんなんだってまずくないわけ。順番の問題やろ。俺もこう言おうと思ってたよ。麺とマヨネーズだけお願いします、まずは。もうもうもう、じゃあいただきます。ちょっと待ってガチ。なるほどね。冷やし中華。冷やし中華、はい、ぬるいんだ。温度的なもんね。ぬるいんだよね。食え早く。そう、喋ってないで。どんどん、うん、洋風だから、ね、食ってくれ。これは何ですか。それチーズ。これはチーズをおこげが好きって言ったから、うんうんうん、ちょっと焦がしてみました。うん、悪くない、いいよ、ナイス。チーズせんべいだからね。いいですか。うん、いいですよ。いただきます。これパンだ
チーズ乗っけてまずいわけ。これはね、意外と合うんだよ。知らなかった。まずいわけないでしょ。知らんと思うけど、意外と合う。関係ないじゃん。合うよな。そりゃうまいでしょ。合うよな。そりゃそうでしょ。何あなたの発揮みたいなの言ってんだよ。あるんだよ。やっぱパンとチーズ合うんだよ。パンにチーズ乗っけただけじゃん。うまいに決まってんじゃん。それで発表したいと思います。お願いします。映え冷やし中華、勝者は関さん。俺なんで、俺なんでだよ。どこが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 俺やった。どこどこやった。嫌いになった。そんな、え、嫌いになっちゃった。ちょっと待って、麺食っていいよ。ちょっと食っといて。ちょっと待って、やばやばいやばい、これマジやばい。あの粉やばい、これ。ちょっと待って、終わってる麺が、麺が終わってる。マジで粉落とし、粉の味するもん。半端ない。さっとやっただけ。そう、もう湯気通しただけ。関さんの圧勝です、はい、正直納得いってないのよ。見た目は正直負けたかな。そうでしょ。まあそうね、やっと3勝目だ。マジで俺調理ミスにしか勝ったことない。今まで一度も。塩ぶっぱカレー粉2倍、うん、ゆでミス。ミスにしか勝ってない俺。味は間違いないってことよ俺。そうね。うわー、マジショックだな。いやでもこなれた感じすげえあった。リベンジする機会が、ガチを見たいな。これ出しちゃってまた呼ばれるとは思えないんだよな。すげえ怪物を産んでしまった。また呼んでくれることがあったら、まあまあまあ、呼んでいただきたいですね。いやもうぜひ来てほしいです。リベンジマッチということで。そうですね、うん、はい、ちゃんとした料理を食べたい。はい。ということで第10回サナキッチンはね、無事冷やし中華対決で僕の勝利ということで終わりましたが、こちらのね、こちらのね、黒板をね、1名様にプレゼントします。まあこれ結構倍率高いと思うんですけど、ぜひ応募してください。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人ともありがとう。はい、楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。また呼んでください。また呼んでください。また来てください。お願いします。リベンジ待ってます。こっちからのお願い。また呼んでください。また呼んでください。さよなら。さよなら。バイバーイ。